順番としてはユニクロ、バルトロ、カナダグース。ああ寒い。このポケットの中に入れた温度が何度かというと、じゃん。では、バルトロの驚愕の温度です、こちら。じゃじゃん。ではカナダグースがこちら。はい、それでは今現在ですね、岩手県にいてるんですが、 4.8 度と、こちらの方に気温があると思うんですが、今からですね、ダウンジャケットのユニクロ、バルトロ、カナダグース、この3つがどれが一番あったかいっていう、ちょっと検証したいなと思います。今現在ですね、僕のインナーは先ほど買ってきたこのユニクロ U のクルーネック T シャツ XL サイズしか着ておりません。この中はもう何も着ておりません。なのでこの 4.8 度の、極寒の中、ロン T 1枚でダウンジャケットを着てどれが一番暖かいか検証したいと思うんですが、ルールとしては、それぞれ1着ずつを10分間着てどれぐらいの、温度になるのかという検証を、31歳の体を張ってですね、やっていきたいなと思いますので、順番としてはユニクロ、バルトロ、カナダグース、この順番で、まあ、値段もねちょうど上がっていくので、まあカナダグースが一番寒いっていうことだけはちょっとやめていただきたいなと思いますので、まあそんな感じでね行きたいなと思います。ちなみにこの温度計っていうのが、この真ん中が今4度ってなってると思うんですけど、4度が外の気温で、こっからこのよく分からへん鉄の塊をですねひっつけることによって、ここの温度を測れるんですね。だから外の温度と上側にはこの先っちょの温度が出てくるんですよ。ってことはこの先っちょをですね、僕の左の手首の方に入れることによって、この温度を、検証できるということになっているので、まあ要は難しい説明より見てもらったら分かると思いますので、一回ちょっとやりますね。とまあこんな感じで、今現在が8度ぐらいですか。4.8 ですね。4.8 ですかね。ああ、そっちね、君の方ね。そうです。だから下が気温なやね、外の気温が4度ね。で上のがポケットが8度。8.7。激寒。中何も着てない。こっからユニクロをまず着て何度まで上がるかというところ行きたいなと思うので、まずはじゃあユニクロからね着たいなと思います。では、このユニクロを着て、ただいまの時刻が何分ですか？10時のアシスタントの方。6分ですかね。ということで16分まで、10分間着用したいなと思います。ああ寒い。ではこの左の先ほど言った金のわけのわからへん鉄のものを左のものに、突き刺すと、ということでこれから10分間検証したいなと思いますので、今僕の左の方に入ってるので温度が多分どんどん上がってくると思うんですよ、うん、だから用意スタート。10分間です。なんか見るかな。用意スタート。ちょっと温度上がってる。うん、上がってる。おお、温度上がってるね。うん。あ、タヌキや。え、本当だ。猫？タヌキや。タヌキだね。はい、ということで10分が経ったのでね、ちょっと温度計を見てみたいなと思います。皆さんはまだ見れないと思うんですけども、おお、これが基準になるわけやな。はい、ということで気温は変わらず4度なんですけど、じゃあ上を見てもらいたいなと思います。このユニクロのダウンジャケットとロンティーの間の温度、このポケットの中に入れた温度が何度かっていうと、じゃん、19度なんですね。お、意外と高いということで、外の気温が4度でめっちゃ寒いんですけど、中はまさにこう暖房をかけたような暖かさといいますか、まあ、それがユニクロのダウンジャケットでもあるということで、僕よくこのシームレスダウンユニクロジャケットめちゃくちゃいいですよっていう話はしてるんですけど、これやっぱ良かったですよねっていう、こんなうんちく喋ってる前に次のとこ行けっていうことなんで、次のバルトロに行きたいなと思います。それではですね、次はノースフェイスのバルトロライトジャケットで10分間検証してみたいなと思います。外の温度は相変わらず4度ということなんですが、中がどれぐらい暖かくなるかということで、行きたいなと思います。じゃあ10分お願いします。ただいま10時20分なんで、10時30分までお願いします。これでも体感で言ったらな、正直
バルトロがあったかいのもあったかいわ。サイズがタイプやから。ちなみにさ、温度どう？すごいよ。高い？うん。だってめっちゃあったかいもん。あ、そうなんだ。全然ちゃうで。へえ。さすがですね。ちなみに何度？超えてる？全然超えてるよ。うせやん。はい、ということでバルトロを10分間外で行ってました。で、外の温度がですね、実は下がってるんですよね。 4.1 度ということで、もうちょっとしたら3度台になるんですけど、まあめちゃくちゃ寒くて僕の鼻がまた赤くなってはきてると思うんですけども、これね、バルトロの中の温度、結構意外な事実やと思うんですけど、さっきのユニクロを基準に 18.9 度がユニクロやったと思うんですけど、それをベースで考えてもらえれば、あ、違いがあるなということで、違いがあるんですけど、まあ、その違いがある理由も実はあるんですよね。まあ、それはまあまあ後で喋るとして、まず温度を見てもらいたいなと思います。では、バルトロの驚愕の温度です。こちらじゃじゃん、 25.9 ということで、全く寒くないということになってまして、ユニクロが 18.9、 次こっちバルトロ 25.9 って、その差7度なんですね。7度もあるんということで、まあ、確かに着てる僕としても全く寒くないんですよ。でもこれはもちろんバルトロがすごいっていうのはもう間違いないと思うんですけど、大きな理由もう一個だけあって、僕これサイズがね、めちゃくちゃタイトなんですよ。でサイズジャストやから、もう温度が逃げないんですよ、全く。だから寒くないっていうのはあるんですけど、またそんなこと喋ってる前に次カナグースいけってことやと思うんで、カナグースに行きたいなと思います。はい、それでは最後、カナグースを着てみたいなと思います。同じようにポケットに入れて、寒いよ。一瞬めちゃくちゃ寒いよ。これはね、ユニクロが15,000、バルトロは60,000、カナダグースは130,000ってことなんで、これが一番高いはずでしょうと言いたいところではありますが、まあね、ダウンに関しては温度だけじゃないって僕散々言ってるから、まあまあそれはご存知の方も多いと思うんですけども、では今から、10分間着たいなと思いますのでお願いします。はい、ということで無事10本ありました。まあ外の気温は変わらずかな。あ、3度には下がってるか。3度ということで、まあ寒くはなってるんですけども、ほんまに体感、着てる感覚的に、あ、これちょっと寒いなと思ったらそれがぴったり現れるし、あったかいなと思ったらこれも現れるし、カナダグースも、あ、これこんなもんやなと思ったらぴったりこれが出てるんですよね。で、温度がやっぱり見ても、あ、はいはいはい、なるほどねと、そんなに想像している感じと、まあ、合ってるというか感じなんで見てもらいたいなと思います。ではカナダグースがこちら 23.3 度ということになっておりまして、おお、23度かということで、外の温度とか考えると20度ぐらいあったかいということで、ダウンジャケットを着るだけで20度もあったかいんだということになってるんですが、まあ、これはもちろんもともと南極大陸に出てるので当たり前やでということやと思うんですけど、まあ、とにかくエンディングに行きたいなと思います。はい、ということで検証が終わりました。3つ今から振り返っていきたいなと思いますが、まず1つ目のユニクロっていうのが 18.9 度、2つ目のバルトロが 25.9、 3つ目が 23.3 ということで、一番あったかいのはバルトロということやったんですが、まあ、これは値段的に考えたら、まあそれは当然やろっていう人もいてれば、意外と差がついたなっていう人もいてれば、まあ、そんなことよりもお前のファーのところがお猿さんみたいなって思う人もいてれば、まあ、いろんな感想の人がいてるとは思うんですけども、これちょっと僕思うのは、バルトロはおそらくサイズがジャストやから、ダウンジャケットってジャストに着るとあったかいじゃないですか。だからそれが多分反映したんかなというふうに思ってるので、バルトロももしあれやったらサイズを変更して、まあ、サイズ温度比較というか気温比較、体温比較みたいなのしてみても面白いかなと思うんですが、まあ、とりあえず今日やったユニクロのシームレスダウン、ノースフェイスのバルトロライトジャケット、カナダグースのシャトーパーカーっていう、まあ、めちゃくちゃ有名なダウンジャケット3つ比較してみたら、とにかく一番暖かいのはバルトロということになってて、まあ、もちろんこれも人の体温とか、まあ、その時の気温とかなんかいろいろ状況によって変わるとは思うんですけど、今現段階でやったのは一応同じ状況でやった上で、まあ、バルトロが1位やったということになっておりますので、また次の検証でお会いしましょうということになってます。では、見てもらってありがとうございました。